はいフォアハンドのドライブボレーについいいいてて解説をしていきたいと思います前回の動画でドライブボレーのスイングコンパクトだけれどもしっかりラケットを振り抜くというスイングについて解説をさせていただきました。 今回の動画ではではこのスイングをボールに合わせていくスイングとボールにタイミングや距離を合わせていくための方法について解説をしていきたいと思います前回の動画でラケットの位置はできるだけ打点に近いところに置いておきそして体をターンしていくことでラケットに遠心力を生みその遠心力を使ってコンパクトに打つといった方法を解説させていただきましたこの感覚がつかめてきた方は インパクトの位置でラケットヘッドさえ回ればしっかりボールに力が伝わるという感覚が生まれてきていると思いますですので後のポイントはこのヘッドが回っていく位置をボールが飛んでくる延長線上にセットしておくといったイメージで距離感を合わせていくのが良いでしょうもちろんこの肩ぐらいの位置でボールを打てることが一番ベストですがこのラケットヘッドを回すイメージこの感覚が掴めてくれば 多少打点がずれてもヘッドさえ回ってしまえばボールをうまく打つことができます例えば肩口より上でボールを打つ場合でもラケットヘッドをインパクトの位置に近く置いておきそしてそこからラケットヘッドが回るようにすればボールを叩くようにボールを打つことができるわけです例えば肩口ぐらいの位置であれば この位置にラケットヘッドをできるだけ置いておきそしてそこから体をターンしてラケットヘッドをこのインパクトの位置で回していく。 このようにすることでボールを打っていくことができますですのでボールが来た時にはいち早くこのラケットの位置ラケットの位置をできるだけ打点近くに置いそして体をターンするそうすることで構えとボールとの距離感の合わせ方これが両方可能になりますそしてボールを呼び込んだらあとはこのラケットヘッドを回してターンさせていくラケットヘッドが走るようにしていくこのようなイメージでボールを捉えてみてください イメージとしてはストロークというよりかボレーに近い形でイメージしてくださいボレーに近い形でラケットはできるだけインパクトに近い場所打点に近い場所に置いておきしかし体だけはターンしておきますそしてそこから体のターンを戻しラケットヘッドを回すことでラケットにうまくラケットの遠心力力を伝えていくことが可能になります 我真在不真 <small> はい、ドライブボレーについての動画は以上になります。ありがとうございました。